ジョニー・ゴームズ、ジョナサン・ジョンソン・ゴームズ、ヨナタン・ジョンソン・ゴー・ミズ、1980年11月22日体は、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンフランシスコ出身の元プロ野球選手、外野手、ウトウミギウチ、コーチ。愛称は、アイアンサイズ、アイアンサイズ、有毛果敢の意。MLB ドラフト18順目、全体529位で、 タンパベイデビルレイズから指名を受けて、プロ入りのシーズンオフに心臓発作を起こして緊急入院した。マイナーリーグで過ごしたのは3年と少しの間だけで、あったが100近い数の本類打を記録している。2メジャーデビューを果たすが、この年はわずか8試合の出場に止まり、15打数で6個の三振を記録した。の4月下旬にメジャー最昇格。 チームの事情によって一時期はマイナーリーグに逆戻りとなったこともあったが百一試合の出場で二十一本塁打を記録したその活躍が評価され新人王投票では三位にランクインしているは四月だけで打率三百五点一一本塁打を記録したがその後は調子を落とし八月に右手首を手術したこともあって2 0 0年よりもレベルの 低い成績しか残せなかった。新シシナティレッツとマイナー契約を結んだ98試合に出場し自身3度目の20本類以上を記録したアップス879という数字は自身の中で2番目に高い数字だった。は、それまでの自己最多を大幅に更新する148試合に出場。 それまでの最多記録は117試合であり31試合増、し、打率、266.18本類が、86、打点という数字を残した。出場試合数が、自己最高だったこともあり、打数、得点、安打、二類打、打点などの、各部門で、自己最高の数字をマークした。7月26日にビル・ラインハート、クリス・マノとのトレードで、 ワシントンナショナルズへ移籍。1月20日にオークランドアスレチックスと1年契約を結んだ。99試合、333打席で18、本塁打を放ち、チームの地区優勝に貢献した。オフに FA となった。11月21日にボストンレッドソックスと総額1000万ドルの2年契約に合意した。も期待通りの活躍を見せ、 チームの地区優勝に貢献した。ワールドシリーズでは、ナリーグ勝率1位のセントルイスカージナルスにに連敗し、さらに第4戦、6回表までに得点1から2と3連敗が迫っていたが、ここで値千金の逆転3段を放ち勝利の立役者となった。その後、レッドソックスは一度もリードされることなく、ワールドシリーズを制した。7月31日に、 ヨエニス・セスペデスプラス2015年の MLB ドラフト戦力均衡ラウンド B 指名権とのトレードでジョン・レスターと共にアスレチックスへ移籍した。オフに FA となった。1月30日にアトランタ・ブレーブスと400万ドルの1年契約を結んだ。ここでは83試合に出場して7本塁打を放ったが打率221.67三振と ミート力の低さは相変わらずであった。守備面では左翼を59試合で守り、DRS はマイナス5だったが、無失策でこなし、堅実さは見せた。2015年8月31日に、ルイス・バレンズエラとのトレードで、カンザス式ロイヤルズに移籍する。移籍後は12試合でプレーしたが、打率。167.14三振という内容に終わり、結果を残せなかった。 ブレーブスとの通算では95試合で打率213.7本塁が26打点1盗塁81三振という成績だった11月5日に球団が持つオプションを破棄し FA となった2月22日に東北楽天ゴールデンイーグルスとの1年契約で合意した推定年俸は200万ドルで背番号は3球団からは 超打力の発揮を期待されたものの、実戦では変化球への対応に苦慮。一軍公式戦では18試合の出場で打率169、1本塁打という成績にとどまった。4月22日に出場選手登録を抹消されると、4月25日に家族の事情でアメリカへ帰国。帰国後に対談を申し入れたため、球団では5月6日に、 ゴームズとの契約を解除することを発表した詳細講述。同月13日付で NPB から自由契約選手として講じ。50歳まで現役生活を続けることを目標にメジャーリーグへの復帰を模索。2016年5月25日には現役引退を決意したことがアメリカの複数のメディアで報じられたが、ゴームズ自身は引退の可能性を否定している。 2月1日、アリゾナダイヤモンドバックス参加のルーキーリーグ打撃コーチに就任した。宴会部長的な性格とハッスルプレーから、チームのムードメーカーとしての評価が高く、リーダーシップも高い評価を受ける。走行手で投手を前面に出す。ハッスルプレーとレーズ時代にトロピカーナフィールド史上2位の478フィート、約145.8メートルの本塁打を放った。 超打力を持ち味とし、プルヒッターで大きなガイアフライが多い。アスレチックス時代以降は、対左投手のプラトーン選手として起用されている。2015年までのメジャー通算タイミング打率、221アップス711に対し、対左には通算打率、273アップス855を記録し、左投手相手には状況に応じて、 逆方向へ打球を運ぶことも得意とする。近年は対左投手専門の傾向がさらに強くなり、2014年から2015年までの通算対右投手成績は打率186アップス536にまで落ち込んでいる。若い頃は早いカウントから積極的に打ちに行くフリースインガーで選球眼に欠けていたが、2011年からは 失投をじっくり待つスタイルとなり一打席あたりの投球数や支給が増えた。一方で大振りが目立つスイングで変化球に弱く三振が非常に多い。さらに甲府町の波が極端に大きい。外野守備は動きが鈍く打球の軌道を読み違えることも多い。メジャーデビュー当初は平均以上の総力と強権も備えていたが、レッドソックス時代以降は、 鈍んで貧瘍性に欠ける姿が目立ち、肩の強さも平均以下となった。守備時には鉱物のひまわりの種をポケットに入れている。幼少の頃に両親の離婚、貧困を経験し、2002年クリスマスに死の淵をさまよった心臓発作の原因も未だ不明のままである。しかしながら、その性格は明るく陽気で、利己的なところがなく、 クラブハウスの空気を正しい方向に導く選手として知られている。2013年のレッドソックスの優勝パレードでは、背中に、健康、右の脇腹に、チャンピオントロフィーを左手に持ち、ボストンストロングの文字が描かれた、水陸両用車に乗り、優勝パレードを喜ぶ、あごひげのレッドソックスの選手、自分自身のタトゥーを彫った姿が話題となった。 楽天からの対談が発表された際にはファンに向けて最高のファンの前でプレーできたことがどれほど幸せなものだったかを皆様にお伝えたい。ボールパークでの皆様のエネルギーと情熱にあふれた応援が私の力となってとてもプレーしやすい環境を作り出してくれた。日本球界でのシーズンは非常に短かったが心の底から感謝している。またいつの日か。 皆様にお会いできることを願っているというメッセージを寄せた。アメリカへの帰国後には日本人チームメイトとのコミュニケーションに言葉の壁がり常に孤独感を感じたことや福岡ソフトバンクホークスとのビジターゲームで福岡市内へ滞在中に遭遇した熊本自身に恐怖を感じたことを帰国、対談の理由に挙げている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。